デフロン攪拌子マグネチックスターラーは、磁力を利用して攪拌子を回転させ、液体を攪拌する装置である。長時間一定の速度で、自動的に液体を攪拌することができ、実験室で液体の混合を行う際や化学、反応実験でよく用いられる。マグネチックスターラー本体の基本構造は、筐体とドライブ部、コントロール部からなる。筐体においては、天板部の材質、 構造の差異が特徴となる。材質はプラスチックや金属製のものが一般的であるが、化学薬品に対する耐性を意識してセラミックや退職合金が用いられることがある。また、1万1の薬品漏洩時に備えて液体が周囲に流れ出さないように縁がついているものもある。また、加熱、冷却を必要とする化学実験向けにホットプレート、 高温水素を組み込んだものも存在しており、有機合成実験などでは汎用される。特殊なものでは、核反効率を上げるために超音波発生装置を組み込んだものもある。ドライブ部ではモーターで磁石を回転させる。このモーターは回転速度が可変式のものを用いる。高粘度液体の核反に用いられるものは、高トルクモーター、強力磁石が用いられる。 高度の防爆性を要求されるものでは、空気圧で動作する軸を使用するものもある。コントロール部は、電源の管理、モーターの回転速度調整、ホットプレートなどを持つものでは、ヒーターの温度調節のつまみと調整回路からなる。回転速度は回転させ始めは遅く、徐々に速くするように調整する。日本での価格は、一般的なもので数千円から数万円程度である。詳細は、 攪反紙を参照容器に入れ、回転させて、液体の攪反に用いるチップを格反子と呼ぶ。攪反子は、棒磁石を、フッ素樹脂などで風刺したもので、形状は細長い眉状のもの、八角棒状のもの、風車の羽状のものなどがあり、攪反効率、負荷量などの用途によって使い分ける。棒状のものが汎用性に優れるとされる。ニュージャージー州、 ニューアークのアーサー・ロシンガーが1942年10月5日に出願し、1944年6月6日に所得した米国特許235万534号による、この特許はプラスチックコート棒を固定ユニットの回転する磁石によって駆動させるとの請求項を含んでいた。ロシンガーはこの特許について磁石をプラスチックガラス、磁器などで被覆することは、 科学的に不活性にする狙いがあると説明した。プラスチック被覆核反紙は1940年代に英国魚雷実験団のエドワード・マクラフリンによって独自に開発された。この核反紙は回転速度を上げすぎると跳ね回ることから彼はこれをのみと名付けた。これらに先行する特許としてはリチャード・イーチ・ストリンガムの1917年10月9日。 出願の米国特許1242493号による固定した電磁石台による拡張装置がある。初の多連式スターラーは SBS カンパニーのサルバダー・ボネットによって1977年に開発され特許を所得した。彼はスターラーの力をリーターズ・オブ・ウォーターとして紹介した。モーターと連結された回転軸を持つ拡張装置と比較すると 高粘度液体の攪拌効率や超高速回転時の安定性などでは劣る。しかし、マグネチックスターラーは密閉容器内での攪拌が容易に行え、容器上のスペースの自由度が高い利点がある。ありがとうございます。